今度はあの皆さんがノコガマがあったらノコガマで高く買っていきます。だから短く下から刈りの道を作って下から刈る、その後残ったところを高く刈る。高く刈るのは本当はね、あの草ってこういう風にこういう風に なびくんですけど、昨日あのもし映画 見られた人、矢野さんが言ってたと思うんだけど、こうやって動いているところ、あの風が吹いたら動くところがあのここを跳ね飛ばすっていう風にしてほしいんですよ。そうするとあの次に根っこが優しくなるんです。これだけ飛ばした方が、下から全部切ると根っこがあれ異変が起きたと思ってすごく根っこが頑張るんですよ。だけど根っこから切るところは、下から切るところは風の道だけにして、その他のところはほとんどこの揺れるところで切るようにします。そしたら頑張るんじゃなくって根っこがおとなしくなって、今度は毛細根みたいな細い根っこに変わるんですよ来年。そしたら上に生えてくる葉っぱも優しくなる。根っこが強いと上の葉っぱも強いものが出るし、根っこがあの優しいと上の葉っぱも優しくなる。でススキなんかでも本当に効果が出るんですよ。ススキも優しくなります。ススキ、私ススキばっかりのところだったんですよ畑が。でも風の草刈りをまあすごい根気がいるんですけど、2年ぐらいやってみたらススキじゃないものがすごい生えてきて、まあそれは低く買ったから他のところに火が当たるから他のものも当たる、あの生えるっていうのもあるんだけど、ススキが優しくなって他のものも同じように共生できるようになるんですね。だから殺すんじゃなくって共生させるっていう考え方の草刈りになります。じゃあまず今ちょっとノコガマみんなに持ってきてもらうの忘れたから、全部このナイロンロープでやってみますので、あの低く刈るところも深くあの高く刈るところもナイロンロープでやってみますね。ここの区画だけですけど、
でただ低いところを風が通ってそうなところをただ低く刈るっていうんじゃなくて、何が生えてるかをちょっと観察しながらね、もしこういう斜面なので広葉樹が生えてたらしっかりさせてくれるから生やしたいじゃないですか。ここにこれはキムジっぽい葉っぱがあるし、こっちはコナラか水ナラかなんだろう、奈良系の葉っぱですよね、これ。これある程度育ってほしいので、むやみに刈るんじゃなくて、何が生えてるかもじーっとこう観察しながら生やしてあげたらいいと思います。で、今もともと低かったところをさらにちょっと低くしてみました。で、次にその残ったところをパパッと刈っていきます。これは。じゃあそのススキなんかも高刈りをしていきます。それでね、この長いものっていうのはこれを横に入れると巻きついちゃってうまく刈れないんですよ。だからこれ縦に入れて何回かこう叩くようにしてあげるとよく刈れるし、隙間も空きますから、この積んでるところはこう縦に入れて隙間を拭いてあげるといいと思います。
えてないんじゃないかと言われました。ナイロンロープでまさか全部やってるとは思わないんで、あの歯を研いでないからこんな草刈りになるんじゃないって言われたことがあります。で別に、これでやらなくても手で、風の道だけ低く切って、残ったところをノコガマでこういう感じで飛ばしていけばいいので、それやるときはもうこの垂れ下がってるところを下から上にこうやってやればいいだけ。ちょっとスイングを効かしてやればどんどん垂れますので、こういう。だから風の道を入れた後にその後を高刈りするから、おまんじゅうみたいな形が何個もできるような感じになります。そうしておくとさっきまでの状態より土に風が当たりますよね。だけど雨風で土が流れることはないですよね、これだったら。でも全部刈ってしまったら大雨で土砂って木に流れてしまう。流れて大雨っていうのは打ちつけると、あの埃みたいな細かいものが上に浮くんですよ、大雨の時にね。集中豪雨なんかだったらビヤーッと打ちつけるから、土が出てたら、あの粉が、土の粉が浮き上がって、それが乾いた時にカチカチになる。そしたらここに染み込みにくくなるでしょ。斜面だけど染み込んでほしいでしょ、水が。だからそういう役にも立ちます。で普段の風も舞うように、あそこと同じように水路と同じようにくるくる回りながら、あの風が通ってくれます。でおまけに次に生えてくるあの草も1年以上これを続けてると優しくなってきます、今よりもね。そういうふうにいろんな良さがあるんです。今ここわらびとかいろいろ生えてますけど、他にも食べれる草がいっぱい生えるはずです、空気が入ることで。だからその辺の垂れ下がってるものも、こういうやり方で、そこもまあ、あの風の道ってちょっと見えないですけど、どこかに風の道をこの集団だったらどこかに作ってあげて、この場合はそして間を高く刈ってあげたらいいので、まあ、これもあのどこを刈らないといけないという正しいやり方はないから、自分が思うようにやってみたらいいと思います。次に雨が降った時に泥が流れるようだったら刈りすぎ。なんかよく田んぼののり面なんかでもものすごく短く今頃刈るんだけど、競争みたいに。なんかなんでのり面を刈るのか意味がわからないでしょ。のり面は関係ないですよね、稲作には。だけど刈ることになってるから刈ってるだけで、生えてる方が絶対いいです、染み込むんだから。そういうことです。こういうへこんでるとこなんかは、ここにこういうことよく起きてますよね、崩れてる。この崩れてるのは呼吸してるわけですよ。水がどこかから出たいんだけど、出るところがなかなかなかったから、ここが壁みたいになってて出るところ硬かったから、出るところがなかったから、口を開けてるんですよ。口を塞がれてたのを口をわざと水が作ったんですよね。だからある程度もう落ち着いてると思います、これで。ただこれ以上崩れてほしくなければ、ここに植物が生えてほしいんですよ。この形を直す必要はなくって、植物が生えてほしい。そしたらちょっとここに葉っぱとか巻いといてあげてほしいんですよね。でも葉っぱ巻くだけだったら雨風で飛んでいくから、ちょっとした小さな杭でいいです。竹みたいなものでいいので、ちょっと何本か杭を刺して、でまたあんなにすごいビオトープのとこみたいな柵じゃなくていいんで、本当に細いものでいいから刺して、そこに草でも何でもかまして、そして葉っぱを投げとくだけ。何かしがらみを作ればいいですよ。しがらみ構造って高田博臣さんでもよく言ってるんですけど、ありがとう。こういうものがちょっとこうあるだけで違うから、こういう竹、何かこういうものを置いて置くだけでも違います。
なんか枝みたいなものを刺しながら葉っぱを草とか、まあ、できたら山の腐葉土とか葉っぱの方がいいですけど、こういったもう枯れかけてるような草刈りって何日も経ったような葉っぱを少し置いといてあげるだけで、こういうものがあったらもう刺してあげるだけで、刺しといて草や山の葉っぱを投げとくだけで、そしたら今度はこの中が蒸れて微生物が増えて、ますます多孔質になってくる、穴がたくさん開いてくるから、今度はここにもともとある種が芽吹くんですよ。種はこうしたからどこからか種がやってくるというよりも、ここにもう種があるのに雨風で飛んじゃって生えないんですね。だからここにある種が芽吹いてくれるようにするっていうことで、けいこさん一瞬、ここが見えたんで、ここから炭入れてきますけど、はい、先に炭でしたっけ、軽石でした、すごい真ん中です。炭と軽石はね、どちら